ファミチキカラムーチョ味にハマってます。難品おやじです。本日のテーマは長期目線狙い3537王者顔の株主ということで、商栄をご紹介いたします。商栄ですけども、オリオケミカル。えこの商品をですね、えー、幅広くおろしたりですね、仕入れたりしている会社であります。 そんな省エイ薬品株式会社の簡単な会社の概要ですけども、オレオケミカルを仕入れてですね、メーカー、海面活性剤等のメーカーにし、えーとですね、販売し、さらに仕入れてですね、それを販売するというですね、非常に海面活性剤メーカー、さらにはですね、 販売先とえ仕入れ先や販売先が非常に多岐にわたる会社でありますが、非常に人数が少ない会社でも有名です、え従業員数がです、ね、100名弱という会社であります、そんな会社ですけども、花王のケミカル事業の主要代理店となっておりです、ね、仕入れ比率は4割を超えるということで、非常に花王にです、ね、依存しているということになります。 それでは、省エ薬品の株価チャート、こちら週足になります。コロナショックで736円まで落としておりますが、それ以前の高値1418円ということで、最近ではですね、まだ値を完全に戻しきっておりません。で、1000円前後をうろついているということで、ようやく1000円を超えたというところが今現状であります。そんな省エ薬品の特徴、 こちらですね、先ほど言った花王ですね、花王の株を大量に保有しております。こちらがですね、現在、2020年3月、まあ、1年前ぐらいになっちゃうんですけども、現在61億円を超え、省エイ薬品自身の時価総額の約2倍ということで、時価総額はです、ね、省エイ薬品が約35億円と言われておりますので、 株式保有株式の方が多いということで、これはです、ねまあ、時価総額をそのまま見たらです、ね、まあ、痛い目に遭うよというかです、ね、まあ、それ以上の価値がある場合があるよということを表しておりますので、まれ、あ、なケースではあるんですけども、ここは、ね、非常に重要かと思います。 続いてもっと詳しく見ていくんですけども、有価証券報告書を見ますと、まあ、先ほど言ったカオ王株式会社は主要な取引先で、えー、国内主要代理店に指定されておりますというのがまず一つと、もう一つ押さえておかなければいけないのが先ほど言った花王、ね、の株式、えー。こちらがですね、まあ、今現在、商営は約70億円の 投資有価証券、こちらを持っているんですけども、これがですね、総資産額の47%であります。で、さらに、花王の株式、こちらが61億円分ありますよということになっております。さらに、その配当金も受領しております。でその配当金の額は9000万円を超えるということで、毎年、商営は花王の 回答を1億円ぐらい約ですね、まあ、9000万円ですけど、詳しく言うと、9000万円以上は受け取っているというですね、非常にまあ業績以外もです、ね、注目しなければいけない事案が有価証券報告書に書いてあるよというパターンでありますので、皆さんもぜひです、ね、有価証券報告書、えー、たまにはです、ね、じっくり読んで、 あとですね、株式以外にもですね、土地なんかを持っている建物、ビルですね、を持っている場合がありますのでこちらもチェックしてみてくださいそんな省営薬品工業の時価総額が35億円やっぱりですね、先ほど言った花王の株式だけで61億円持っているのでこれを見るとどれだけですね インパクトがあるか分かっていただけるかなと思います。PER が16.3倍、PBR0.5 倍、ROE3.1%、ROA1.6%、e、と、 ちょっとここが低いのが気になります。自己資本比率52.3%、配当利回りが、ね、1.8%と、配当成功26.3%と、何かこの配当と、配当成功はですね、顔に似たような感じです。ちょっと寂しい感じはいたします。省営薬品工業の通期の業績予想、こちらの方を見ていきます。18年、19年度と好調だったんですけども、 まあ感染症に入ってからですね、不審が続いており、この辺はですね、顔と一緒かなという感じはいたします。しかしながら、売上高の今期の予想ですけども、プラス2.9%、最終利益もマイナス9.7%で踏みとどまりそうだという感じです。ただ、修正1株当たり利益、こちらもですね、じわじわと減っているのは、ちょっと気になるところではあります。 3ヶ月決算を見ますと、19年から20年度、44億円ですかね。こちらで大体推移しておりですね。最近ではですね、46億4400万円ということで、前年同期比プラス11.8%ということで、回復の兆しは見られます。これはですね、顔、まあ、が4割占めるんですけども、その他で、えー 化学繊維やです、ね、医療品、自動車部品等ありますので、経済がですね、回り出せば、その分ですね、売り上げも伸びるということで、最終利益もですね、85%アップということで、徐々に数値が戻ってきているのは、ですね、顔と違う点かなという感じがいたします。 キャッシュフロー、フリーキャッシュフローをですね、2020年度苦戦しておりましたが、21年度しっかりと営業キャッシュフローも戻ってきており、22年度もですね、同等の数字が出る模様であります。財務の方を見ていきます。48%から52%と推移しており、問題ないでしょう。剰余金もですね、 さ、えー、ほど減らしてもおらず、えー、徐々に積み立てていっているといいでしょう。理由で主催倍率、こちらはです、ね、非常に優秀で0.09という値でありますので、ほぼ借金なしという感じはいたします。省営の株主還元方針、こちらを見ていきます。今現在です、ね、の利回りなんですけども、えー 株主還元方針が2022年3月期から変わります。それはですね、配当成功20%を目安にしていたんですけども、25%以上の配当成功を目標とするということで、まあ、目標とするというのは実態がですねもう25%、26%と上がってきているので、もうやむをえなかったというところもあるんですけども、まあ、減廃していないというところはですね、非常に、えー 株主還元が高いというかですね、まあ意地があるんでしょう。えー、下げないというところはですね、非常にありがたいところです。省営の今後戦略なんですけれども、えー、道木日用品、化学品ですね、こちらはです、ね、今まで通り、えー、じわじわと伸ばしていきですね、化学品事業の国内に、えー、ですね、えー、非常に比率が高いですね、ここをしっかりと押さえていくということで、国内の売上を200億円以上、 で海外の売上高比率をですね10%以上にして、ですね国内外ともともに伸ばしていこうということで、大幅なアップは見られないという感じはいたしますが、事業間シナジーと国内外のシナジーを追求し、じわじわと上げていきたいということになりますが、えー、肝はですねやっぱり海外になりそうであります。えー とですね、会社の概要、遠隔を見てますね、えー。シンガポール支店、中国に子会社、タイ、タイ、シンガポールとですね、海外にです、ね、2000年以降、 次々と進出しですね、売り上げもですね、伸ばしてきているんですけども、国内が頭打ちということもありまして、なかなか売上高の方ですね、上がってきておりませんので、なんとか海外ですね、販路を見つけたいところであります。あとですね、花王の化学品販売開始はですね、こちら、51年、1951年となっておりますので、もうすでに60年以上の付き合いがあるということで、 非常に付き合いも長いようです省営薬品の結論とまとめです今回省営薬品のま業績や事業の内容というよりもこちらですね花王の株式を時価総額の約2倍の資産を持っているこれが非常にミソで私が本日一番言いたいところであります時価総額35億円なのに有価証券株式を75億円持っている そのうちの61億円が買おうということで、非常にそうやってみると、ですね魅力的な銘柄となってきます。さらには、ですね会社が持っている資産、括弧、株や土地にも注目した投資もありということで、ね、今回、これが当てはまると思い、ですね皆さんにご紹介いたしました。やラインをですね今回 あの前回、前々回とご紹介したんですけども、えそれを調べているうちに、ですねこの商営薬品というところをですね今回見つけましたので、ぜひ皆さんに知ってもらいたいと思い、ですねえご紹介いたしました。特にですね株というのはまあ、あれなんですけども、土地を持っている会社、銘柄というのは非常に多いんですね。えですので株を、株や土地を持っている銘柄がですね非常に 価格を落とした時ですね、時価総額以外にもですね株や土地有価証券報告書ですね、えこちらのですね投資用資産とかですね、投資用、えー、資産対象銘柄とかですね、こちらの方をチェックしていただくと、面白い銘柄も見つかるかなと思いますので、ぜひです、ね、皆さんも注目してみてください。本日は時価総額上回る ほどの顔の株をを持っていいる省薬品をご紹介たたしましま株や土地、こちら有価証券報告書に載っておりますので、ぜひ皆さんも注目してください。またですね、株や土地をですね、面白い持ち方をしている、またはですね、こんな銘柄ありますよという方、ぜひコメント欄よりお寄せください。チャンネル登録されてない方、ぜひお願いいたします本日は以上です。 お親父でした。